大きな赤字を計上しているということに関しては、経営責任として非常に重く受け止めております。日産自動車は2020年3月期の決算を発表し、純損益が前の年より1兆円近く減り、6712億円の赤字でした。最終赤字はリーマンショックの時以来11年ぶりです。販売不振が続く中、 新型コロナウイルスが業績悪化に拍車をかけました今後、世界で生産能力を2割減らすなどして業績回復を目指します